はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は新しく追加されたグラブやっときましたね。まあ新武器といってもリメイク武器なんで BO1 の頃のね武器だから実質新武器ではないんですが、今日は僕的にベストカスタムだと思うものをねちょっと紹介しようと思います。この武器はグリップ2があるんですよ。でグリップ2の強さってそのエイム中の撃たれた時のひるみ軽減なんで、それがめちゃくちゃ強い。で他には ICR しかなかったと思うんですけど、この武器にはグリップ2がついてるということで、これ使うしかない。でグリップ2ストック、この組み合わせが僕的にはベストかなって思います。ほんと ICR にストックをつけたような感じかな。正直これ以外の使い方は、KN とかマドックス使った方が正直強いですね。覗き込みとレートが遅いんで、やっぱ近中は結構厳しいから距離取らないとだいぶ辛い武器かなって思います。そして少しだけねお知らせさせてください。ラッシュゲーミングのファンクラブできました。ここでは Twitter とか YouTube で、ちょっと配信していない動画やね写真をどんどん配信しています。今現在進行形でしています。でファニコンっていうアプリをねダウンロードする必要があるんですけど、まあ詳細とはちょっと概要欄に書いておくんで、まあぜひチェックしてみてください。そして前回挙げたイネイブル海外プロ選手の紹介動画なんですけど、僕的にね今年で一番面白い動画になったと思うんで、本当まだぜひねまだ見てない方は本当見てほしいなと思います。はい、というわけでやっていきましょう。今ね DLC マップが無料開放期間なのかな、まさかのカジノレース。なんか今撮んなかった今なんか撮ってったんだけど、このマップそうね普段全くやってないんで、ハードポイントの位置とかリスポーンとか全く把握してないです。本当にさあ最初のポイントはお、ここやれそうじゃない。1枚OK。 さあ本当にねストック付き ICR をちょっと目指していきましょう。まあなるべくこう敵と目があった時にはもうすでに構えておきたいね。でこれ後ろ来てるからちょっと早めにそいつやらないとまずいぞ。もう1枚いったはず、ちょっとここにいるはず。さっき赤点出てたけどいなくなってるな。結構広いマップだね。よし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 。まあね、ほんと、こういう、今日みたいな使い方をしないと、KN とかマドックスに負けちゃうんで、なるべく距離取って、行きましょうか。来ないかな？ちょっと赤点は出してみるか。うん、来ないね。さあ、よいしょ。なんか、こういうマップ、ワールドウォーツになかったっけ？なんか雰囲気がすごく似てる気がするんだよな。ワールドウォーツの DLC マップにこういうのがあった気がする。いや、これは厳しいな。後ろも来てたからね。まあ、厳しかったね。ちょっとマップ知識が足りないな、これは。OK。もう1枚 ?OK、3枚 ?3 枚。3枚ってなんだ？よし、さあ次。ちょっと入り組んでるマップだけど、なかなかに今活躍できてるんじゃないですか。赤点映ってた。これはダメージ与えたんで、やりに行きたいな。OK。さあ、後ろで赤点出てるから、すぐ引いて、UAV 出してみようか。センター見えないね。いや、来るかなこっち。だこういう距離が一番この武器強いと思う。OK。壁抜きいかないか。11発しかない。危なかったな、今の。とりあえず、弾補充して、敵は正面から来るかな？よしよしよし。こう、横移動、横移動。ストックを生かさないとな。いやー、厳しい。ストックを生かさないと、スタンが長いな。ストックを生かさないと、ICR 使ってるのと変わらないんで、ほぼほぼ。でもね、なんか使ってて思うんですけど、近距離、ICR より負ける気がするんだよね。わー、今負けるか。まだ薬負けた。近距離ね、なんかレートが ICR より低いのかな。そのせいで、ちょっと近距離負ける時が多い気がする、ICR より。さあ、そっちからまだ来るかな。おお、3枚。あと1枚。OK。4ダウン。で、これ5ダウンした。
若干こっち開けが怖いけど、湧くのかな、湧かないか、いや湧いてるな。いやー全然リスポーン把握できてない。ナイス、そいつを倒して4枚ダウン、あともう1枚5ダウン、 U ウェーブ獲得。さあ次こっちかな、ナイス、よし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 。うん、このマップそうだね、ちょっとまあ広めっちゃ広めだ、あれ敵だ、なかなか使いやすいこの武器が。さっき C サイドとかでやったんですけどね、 C サイドね、この武器かなり厳しかったな。やっぱ覗き込みの遅さとレートの遅さかなりね弱点になってますよねこいつの。さあここがっつり取れてるから、ストライクチームも出せた、ストライクチームとスレッシャーも出せるから、こいつ倒して、ん？どこだこれ、大丈夫か、よし、いいね、がっつり取れたねこのエリア。回復してから登ってきたか、おお、なんだなんだああびっくりした、 BO3 のスライディング段差のとこ、段差のスライディング加速みたいになったね。 OK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 、 スレッシャーまだ出せないか、で体力上げます、 OK、 いいね。さあだいぶ固まってるね、さあちょこちょこダメージ与えていって、多分ああ右にもいるか左にもいるけど顔出してこないね。どこだこれ、そっか、そこにハッカーがいるぞ、 OK、 レーダーがちょっと見えないからどっちから来るかわからないけど、危なかったら今のも、よし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 、多分こっち側もいないかな。でストライクチーム、ストライクチーム、あれちょうど終わったかな、さっき出したストライクチームはもう倒されちゃったっぽいね。ストライクチーム同時に4体出したかったんだけど、ちょっと間に合わなかったっぽい。はい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 、まあそっち来るかな、はいはいはい、うん、なんかこのマップ悪くなくない、なんか毛嫌いしてたけど、まあ、ハードポイントっていうルールは結構どのマップでもある程度面白いところがいいんですよね。なんか地点がこう毎回変動するから、それと違ったのドミネーションとかって旗固定だから結構ねマップによってこうね面白いのと面白くないのがかなりね振り幅があるんで、ウィー、オッケー、結構連続キルしてるんじゃないかなこれ、何連続キルかな、ちょっと今日滑舌やばいなマジで、うん、いいんじゃないですか、このポイントでは終わんないね。とりあえずストライクチームとスレッシャーは呼べない、スレッシャー呼べない、スレッシャー呼べない、でセンターで赤点、今のを倒せないか、さああの中にいるのでいいね。 ICR より距離近い感じかな、 ICR より、若干遠距離ではない中遠距離、あーここ連続球途絶えちゃうかこんなんで、 ICR を若干距離詰めてかつストック使って戦うっていうやり方いいんじゃないですか、完璧じゃないですか。さあここ取って終わりじゃないですか、はい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 、ほら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 、危なかった、後ろはいたかもね。さあ後ろから来てますね、こいつをカバーしてあげて、いやー逃げきれなかった、あと3点、うーん、次のエリアどこだっけ、あっあっちか、多分向こうで敵湧いてるねこれ。さあこれはまずい、これはまずい、トレーダーサットパック、うーんうーん、敵もガリルか、そうですね、あとちょっとなんだけど、ここどこだあ、なるほど、エリアが近い側で湧いたっぽいねこれ
まず1枚、2枚、3枚、この弾数、4枚、OK! オールダウン。最後ラストそこにいるやつ倒しちゃおう。はい、終わり。79キル9です。1万1000ダメージ。お、タイムも100いきましたね。いや、完璧試合じゃないですか、これ。はい、というわけでお疲れ様でした。まあ、こんな感じの、ね、グリップ2ストックで中遠距離横移動で倒すっていうのが、まあ、本当一番いい使い方じゃないかなと思います。というわけでお疲れ様でした。ぜひモチベになるのでグッドボタンぜひよろしくお願いします。Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, waiting.